2号です。本日も頑張ってまいりましょう。昨日かな、昨日ですかね。昨日火曜日だったんで、本編動画しか上げませんでしたんで、あのクエン酸、あの水に溶いて流してた動画の件ですね。うん、ミツバチブンブさん、後半部分ですね、中和反応は酸性とアルカリ性のものを混ぜれば起きるんだと思うんで、反応が終わった後にpH 測ってみたら大丈夫だと思いますよということで、今日なんと普段使っている懸垂車の MG、 今日はアルカリですね、アルカリ13ぐらいでしたね。そこにですね、クエン酸混ぜて pH4、 5ですね、5ぐらいまで本編動画で下げて完水で、10リッターのタンクに、10リッターのバケツに MG を新たに作って、バンと1リットルかな、水出ししたやつを1リットル入れて、そこに9リッターの井戸水を入れて13あったんですよね。で、そこ測って、そしたらそこにクエン酸を8グラムかな、8グラム入れたら pH4、5かな、5ぐらいまでなりました。こんな感じでやっとけば。で、ちょっと気になったのが、あの MG って結構塊とかもあるんですけど、それもなんか綺麗に分解されてましたね、何が起こってたのか。うん、だから流すのも pH1 とかはきついんで、4、5ぐらいまでバケツの中に下げてあげるですね、13から5だから。で、流せば、はい、あのチューブ貫水したあの畝の上には6とか7ぐらいで入ってくのかなっていうところで、それやってれば間違いないですよね。うん、キュウリのちょっとあの状態を見つつ、はい、審査機がいじけ始めたら間違いなく、でもないと思うんですけどね。はい、ということでちょっと長くなりましたが、楽しいですね。で、私あの使ってる PH 試験紙も、あれもう3年ものとか4年ものとかでボロボロなんで、今日新たにあのロールのやつですね、こういうやつ、はい、注文しときました。はい、楽しくなってまいりました。それからもやしも盛り上がって何よりですということで、皆さんの思考も醸し始めましたね。醸し始めましたね。私も全部持っているので読み返してみようかと思いますということで、私も近々届くはずです、漫画本ですけど、あれアニメとかにもあるんですかね、もしかしたら。うん、そっちの方が見やすいなとか思うんですけど、まあじっくり見るなら漫画本ですよね、単行本、楽しみですね、醸したいですね。ありがとうございます。それからミニトバオさん、クエン酸石灰、現代農業にレシピ載ってましたよと。はい、そうだったんですね。現代農業取ってないですよね。いや、でも、ここに書かれてる通りなんだと思います。昨年使って流してみましたが、めんどくさくなってやめましたと。良いものだと思いますが、ということです。やっぱり、発根作用もあるし、吸収もされやすくなってるってことですよね。だから、いいんですよね。良いもんだと思います。今日やったの、あれでいいのかなと。MG 水出し、クエン酸、クエン酸カルシウム、クエン酸マグネシウム、クエン酸その他、微量要素になってるのかな、あれで。ちょっと、懸垂車に、から連絡があるといいんですけど、あれやっちゃダメだよっていうな。それから、有機石灰と、を元肥に、有機石灰ですね。カキ殻とかですよね、有機石灰。粒と粉、ここがポイントなんですね。粒と粉を入れておいて、クエン酸を、まあ、後から灌水チューブで流すと、同じ効果が得られると思い、来作からやってみますと。なるほど。なんか、扉に虫がぶつかる音がしますね。ちょっとちゃんと閉めていきます。はい、これで安全ですね。クエン酸は1万倍から試してみたらいかがでしょうか。私は5000倍ぐらいで流していますが、今のところ問題ないようですと、気が向いた時に流す程度ですが、ということで、そっか、クエン酸は今でも流している、流されていると、気が向いた時に。で、来作からは、有機石灰、粉、粒を入れてみるってことですね。どうでしょう、私も、今日8グラムで pH 5になったんで、8グラムですからね。まあ、1万倍とか、入ってる水の量にもよりますけど、そう、水量が分かんないんですよね、僕。水量計をついてないんで。かといって、あの、捨て水
あの井戸の水を出て出口65の塩ビタイプですけど、あれを500リッターにドバーって入れて何分でどのぐらい500リッターがいっぱいになるかっていうのを計算すれば分かるんですけど、捨て水部分は実は直で水路みたいに落っこっちゃってるんで、そこからタンクに水を戻せないんですよね。うん、だからやっぱり水量計を買う、20の塩ビ用の水量計ですね。うん、各ベッドに設置してあるバルブのところにくっつけるような水量計つけて、そこで測るしかないのかなと。うん、もう何ヶ月前も言ってますよね。なかなか見つからないですね。ネットでちょろっと調べても、そう、水量計がなんかどうやってこれくっつけるのみたいな感じで、でも つけてる人いるって聞いたからな、ちょっと具体的にこれって教えてもらえばいいですね。そうだから井戸水どっかん水量どのぐらいっていうのがダメですね、調べないと。うん、それから高子さん、よれずあれは良いと、だいぶ昔から使っていますが本当によれないです。よれないですよね、不思議と。腰に巻いと散布していますが、私は畳のヘリ、わかります、ヘリの緑とか青っぽいやつですよね、あれを使って腰に巻き散布、よいよーっていうことです。なるほど、確かに、あれなんでしょうね、ベルト、うん、痛いですからね、擦れると。それがないですからね、畳のヘリであれば。うち、まあ和室なんで、和室もあるんで畳ありますけどね、なかなかヘリだけって売ってるんでしたっけ、売ってるかな、あれ売ってるかな、まあ売ってるんでしょうね、あのヘリみたいなベルトあるだろうな、丈夫だし、うん、機会があれば買いたいですね。最近ホームセンターとかも全然行ってないですからね。シンシンにあったかな、ベルト、ちょっとおいおい確認します。はい、まああれでも私はいいんですけど、ただ結構圧迫されますね、うっと、うん、まあ圧迫される圧は変わらないのか、当たる感覚がソフティーになる感じですね。ありがとうございます。それから銀スポさん、ブロッコリー始まりましたと。あれ早くはないのか、うん、一気になったので一気になりますよね、収穫追いつきません、汗。キュウリも来週あたりから収穫で、です、だそうです、収穫できそうですってことですね、了解しました。もうダブルですね、ダブル。うん、キュウリも無事になんとかなって、乾き身の乾燥でなんとかなって、どうですかキュウリ、まあ年々で天候が違うんで何とも判断できないと思いますけど、やっぱり乾き気味に乾くことで収穫までに時間がかかった感じはありませんか。私も豊ちゃんから言われて、やっぱ乾き気味っていうんで2月からやってましたけど、そうすると結構周りの人からやっぱり収穫時期が遅れると、うん、言われていて、そう、まあ石棺とかも詰まってくればそれを取っちゃったりして見落としたりするんで、どうしても遅くなるのかなってところですけど、なんだろう、そんなこと言われたんで感覚値ですけど、ちょっと収穫普段より遅かったかななんて思ったら、温度上げて湿度ムンムンでやるよりも乾かし気味にやった方が収穫が遅くなったかならないか、うん、そうす、まあ根っこが張っ、その分乾かし気味にしたことによって根っこが張って中後半ガンガンに切れたっていう、まあ、そこまで見ないといけないんですけどね、前半ちょっと多少遅れても、多少であれば全然問題ないんですけど、1週間遅れたとか、例えば2週間遅れたとかなると、それこそ本当に中後半ガンガンに切れてくれないとっていうところはありまして、はい、まあ、はい、私のちょっと感覚です、なんとなく。まあ今は MT フェニックスがまあ切り始まったんで一段落ってところですけどね、こっちは、うん、私の場合は生育障害出ちゃってるんで何とも言えないです。はい、申し訳ございません。それからヨウさん、今年もやられちゃったと、
3年前にマダニちゃんが背中についていた病院で撮ってもらいました。その2日後、マダニって1ミリから5ミリぐらいになるんですよね、あれ。よく私は小さい頃犬飼ってたんで、犬がボリボリ飼いてると赤いプチっていうのがあって、あれ吸血ですもんね、マダニ。うわー、ついて、背中について、病院で撮ってもらわないといけないんですね。そうなんですね。ピンセットみたいでパッと取る、手とかでガリってやっちゃダメなんですか。なんか残っちゃって病気になっちゃうのかな、ウイルス病とか。なんだか股間がチクチクと、なんと金玉袋に寄生虫、金玉袋ですね、寄生虫病院なんて恥ずかしいから無理やりひっぺがせブチってなる、本当にと。寄生虫ですか、分かったんですね、見てチクチクすると。あー、なるほど、すごいところにお住みになってるんですね、ウヨさん。一昨日、おとといですか、また寄生される。これダニでいいんですか、マダニで。寄生虫って言ってるのはマダニじゃないんですか、違いますかね。ティムコー、根元についているではないですか。なんとかウイルスなんて負ける気がしないから、ぶっちぎってやったぜ。いやー、すごいですね、これは。これはあれですか、全部マダニではなくて、なんか寄生虫がいたんですね。これはちょっと気になりますけど、なんとかウイルスも気になるんですけど、金玉袋とティムコですね、ティムコ。なるほど、すごい。まあ、こっちよりちょっと暖かいの、いや、どうなんだろう、暖かいんでしょうね。西日本、ヨウさん住まれてる島根の方が。あ、そっか、山とかも近いんですかね、もしかして。結構マダニとかその辺の被害が皆さんあるんですかね、やっぱり。そっか、怖いですね。私はマダニないな、マダニはないですね。私、寄生虫も、金玉袋とティムコに寄生虫もないですね。お大事にしてください、本当に。ウイルス病と、はい、それから高子さん、おはようございます。実家に帰っていましたので今見ることがになりました。ピオちゃんなんとなく分かりましたが、まだ分からん。そうですか。切って貼ってじゃないですね、カットしてつなげる編集、頭をぶつけたのもずっと私上飛んでましたけど、あれも落ちてジャンプって部分をカットしてつなげてるんです。そうするとずっと上を飛んでる感じで、まあ、よく何をやってんだろうと思いながら編集してました、はい。まあそういうことができるんです、動画使って、動画も静止画の連続なんで、はい、そうそんな感じですね。そう、コマ送り早送りできるようにですね、カット早送りコマ送りか、カットは自分でカットしないといけないですけど、でカットされた部分取って後の分をくっつけるっていう、はい、ワープですね。ワープができます、動画だと。はい。そういうところですね。そう、それが、梅雨。あれですよね。沖縄がまだ、今日時点でまだ見送りですよね、梅雨入りは。でももう、近々ってところですからね。鹿児島だから、梅雨が気になりますと、雨ばかりですし、気分もいまいち、目が老眼で見えにくいし、気分がへこみますと。私も笑ってらんないんですよね、もう。人によっては老眼来てるって方いますからね。40前半で。今から畑に繰り出します。じゃあ、頑張ってまいりましょう。それからですね、Facebook で、愛さんから、昨日本編動画で、海面活性剤って、殺菌効果があるんじゃないかみたいなところで、やっぱこれ私見たのが、以前も多分見たのが、花王ですね、石鹸とかの花王の株式会社のやっぱり資料があって、やっぱりこれ見てると、イオン、陰、陽、陽性、
ていうんで、やっぱりここに殺菌効果、はい、殺菌効果あるってあるんですよね。うん、そうそうなんですよ。で、愛さんからは殺菌効果ありませんってことだったんですけど、なんかこのよく私も詳しく分かんないですけど、この殺菌効果を持たせた、保持させた界面活性剤、もしくはその効果が無力化されてしまった界面活性剤等もあるようで、要は、まあ、使う界面活性剤がどうなのかっていうのがきちんと分かればいいのかなと、うん、ってところなのかなと。私もどんどん調べていけば調べていくほど、結構このネットサーフィンはラビリンスに入りかけてしまうんで、うん、この辺でやっぱり殺菌効果あるのもあってないのもあると。そう、どこだったかな、界面活性イオンか、活性剤、石鹸、洗剤、シャンプー、中和洗剤などほとんどを混用するとこの電気的性質は打ち消され、そうなんですよね、電気的性質を使って、そう、どうだったかな、分かりやすいのがこれか、これは洗剤、あ、これちょっと違うのかな、これは洗剤のなぜ汚れが落ちるの説明ですね。うん、そうだ、ちなみにそう、汚れはプラスとマイナスイオン持ってて、そこに陰イオンですね、洗剤ぶっかけることでプラスがパッてこう吸収されて、汚れからプラスが吸収されると、で強力なマイナスイオンをバーッと吹きかけるんで、この辺の途中汚れの中にあるマイナスイオンもバーッと分解されるっていうような、うん、これはあくまでも殺菌とは関係ないんですけど、界面活性剤が結局その汚れを落とすと、うん、それは電気反応であるということですね。はい、ここ陽イオン、陽イオン性プラス電極を持つ、先ほど洗剤マイナスだったんですけど、プラスを持つ界面活性剤はいわゆる逆性石鹸と称され、現在広い分野で殺菌剤としてですね、で注意すべきはそこですね、界面活性剤うん、殺菌効果がとして使われているのは陽イオンの陽の方ですね、プラス、あ、じゃない、陽ですね、いいんですね、いいんじゃない、陽、それの界面活性剤、うん、であれば殺菌効果があると。うん、なるほどね、ちょっとこれはまあ引き続き、まあ、私の中ではちょっとラビリンス状態なんで、はい、確認取って、うん、そう、というのはですね、ある方にですけど、イロハコートあるじゃないですか、あれ、まあオイルなんですよ、植物オイル、あとは植物油とかも原料に入ってますけど、あれ油なんで、あれなんで水にかけた時にポリタンクに落とした時にパーッと綺麗に溶けるのって話、油は水に溶けませんよねって話で、この界面活性剤が入ってるんじゃないかと。でそれがもし万が一この陰イオンの界面活性剤だったら、一緒に私葉っぱのお医者さん入れてますよね、その葉っぱのお医者さんの菌も殺しちゃってんじゃないかと単純に思っただけなんですよね。そこはそうではないってことが分かるまでちょっと棚上げしときます。はい、葉っぱのお医者さんただ水ぶっかけてるだけになっちゃって、結局はそのあれです、あのイロハコートに含まれてる陽イオン界面活性剤の力で葉っぱの上を殺菌してるだけじゃないかみたいな、うん、それをちょっと考えてます。はい、それからこちら見てください。はい、二酸化塩素、皆さんご存知ですか。私もある方がこれ、まあ、消毒として畜舎、農業部門だと畜舎、家畜の部屋です、家ですよね、畜舎で、まあ、除菌というか殺菌目的で二酸化塩素使っていると、うん、これがキュウリの薬酸に
使用できないのかという話になりまして、聞いたことない、まあ、二酸化塩素は実は私知ってるんですよね、うん、なぜかというと、あの丸屋根でまだら出ちゃった時に急立目を洗浄するんで、これ、はい、これに当たったんですよ。ただなんかちょっと怖いなと思って、当時はアルコールパストリーゼに逃げたわけですけど、逃げたというかあっちを選んだわけですけど、多分値段もちょっと高かったのかな。でこれを使うと非常に殺菌効果があって、人が飲んでも大丈夫と、人畜無害、すごい殺菌能力で、すぐ気化しちゃうんで残効性もゼロと、なしと、発がん性物質もほとんどない。まあこれ二酸化塩素でちょっと調べていくと出てくるんですけど、依頼がいろいいことばかり書かれてますね。うん、でこれが実際なんかちょっと詳しくまだ購入まで考えてないんで見てないんですけど、そんなに高くないと。300リッターのポリタンクとかにタブレットになってる、タブレットっていうかこういうなんでしょう、塊になってるんで、ポリタンクにポンって突っ込んで水に溶かして、普通の薬酸みたいな感じでかければ、水の中入ってる間は効果があるらしいんで、葉っぱの上にかかって霧状でかかって、乾いた時にはもう殺菌して速攻気化しちゃうみたいな感じらしいんですけど、二酸化塩素、はい、こんなのもあるよ、どうですかということで、ある方から言われたんですけど、やられた方いますか？いや実は私はこれでとか、そう、ちょっと皆さん情報があればですね、ちょっと聞かせてほしいなと思ってます。はい、ちょっとジャブ程度ですが、二酸化塩素どうでしょうか。もう医療現場とかその辺では除菌殺菌効果で使われてるみたいですけどね、人にも全然問題ないみたいなんで、はい、農業で消毒とかいう話になってくると、またこれはなんか農劇物とかでもないらしいんですよね。非常に殺菌能力があるんですけど、なん雑貨とか言ってたかな、そのか雑の貨物、雑貨、そうだから劇物毒物でもなく、だから農薬登録もとかもできないんでしょうね。いやできるんでしょうね、農薬として販売されるんであれば。ただそんなことができちゃったら農薬が売れなくなっちゃうんですかね。ちょっと怖いですね。けどどうなんでしょうか。ただ何でもかんでも殺しちゃうみたいですね。無菌状態になるみたいです。私が今やろうとしていることと全く逆のことなんで、なかなか、まあ、面白そうなんですけどね。はい、情報が欲しいですね、皆さんからの。はい、私、私がその情報発信者になってもいいんですけど、ちょっと怖いっていうのと、この策はちょっと使えないかなと。まあ別のところで実験的に苦売りでやるとかいうのもいいのかもしれないですね。あ、苦売りでやるいいかもしれないですね。苦売りのが多分おそらくうどん粉出ると思うんで、その時にこれ二酸化塩素セルトーレ、セルトーレで検索してみてください。なんかタブレットみたいなこう粒が10個入りとか12個入りとかで6000円7000円とかで売られてるんで、あ、それいいかもしれないですね。苦売りで使ってみましょう。苦売りはまだ色はコートしか使ってないですからね。そっか、色はコートと二酸化塩素セルトーレ混ぜてやったら完璧じゃないですか。虫と菌と、楽しくなってきましたね。頑張ってまいりましょう。最初はピッコピッコじゃんけんチョキ。じゃあまた。ここ脇開けてんの分かりますかね。これがこうマッチョスタイルピオスタイルマッチョ足は細い、スタイルマッチョ。チョロ農園のチョロです。ピオの泥遊び第2弾、かなりの至近距離で撮れております。どうですか、可愛いですよね。はい、なんかあれやってる時に表情もですね、なんか普段のですね餌を探してる表情とはちょっと違ってですね、ちょっとなんかのぼせた感じになってるんですよね。頑張れピオちゃん、ピオちゃん頑張れ、頑張れピオちゃん、ピオちゃん、おいおっおい、飛ぶやつ
産んだ。いいね、いいよ、いいね、これいいね、お尻綺麗だね。ピオさん、なんかいるのかい？ピオさん、こっちですよ。